小下川は、兵庫県天ヶ崎市に流れる淀川水系の一級河川。1972年に、小下川水系が淀川水系に編入されて、二級河川から一級河川となった。上流の東富松川の伊丹市境を起点とし、天ヶ崎市南塚口町八丁目で二つの支流が合流する。川は南下し、 大成町と明神町の境で五号橋線と交差、今陽川と小浜町で合流。南下して JR 神戸線と交差し、工業地帯の間を通り、西長洲町で玉江発線をくぐり道道路の東側に出る。左岸に天ヶ崎総合文化センターを見ながら国道2号をくぐり、さらに阪神天ヶ崎駅の東側で阪神本線、阪神南場線の線路をくぐる。 国道43号、阪神高速道路3号神戸線と交差して、この南側で東西へ向きを変え、西へ分かれた流れは、工場地域の運河となり川口部で、天ヶ崎港門に達し、東浜排水機場により天ヶ崎港へ注ぐ。東へ分かれた流れは、松島排水機場、昭島川水門によって、大阪市との境目を流れる。 神崎川の分流であるサモンド川に交流する。同排水機場は大阪校長対策事業の一環として建設1971年に完成した。対象から昭和初期には甘崎校門の完成で流れがよどみ、また流域の工場排水などにより水質が悪化したが昭和末期から平成にかけての整備工事により恋が 住めるほどには水質が改善。2000年には建設省の蘇る水百選の一つに選ばれた。小浜町の天ヶ崎インターチェンジ南側で東から、混陽川が合流する。混陽川を遡ると上流部ではさらに、上坂部川、伊富川、混陽川早水路に枝分かれする。混用川早水路は、稲川の分流であるも川から水を取り入れており、 途中で伊丹川と交差している。南塚口町八丁目の合流地点から北に三つに分かれる。東側から不松川、北からは、東富松川、西からは、西富松排水路の三川となっている。なお、東富松川は、天ヶ崎、伊丹市、境までの区間を、小島川に含むこともある。富松川と、東富松川は一級河川に含まれるが、 西富松廃水路は普通河川の扱いとなっている。東富松川を上流へたどると、途中で、不松川と交差し、南塚口町の山川合流地点から東側に、分かれていた富松川が、東富松川の西側に移る。東富松川はさらに上流をたどるといくつかの川が、枝分かれするがそのうちの一つが、伊丹市の混用地に達する。西富松排水路は、 天ヶ崎市立天ヶ崎高等学校の敷地を通り、向こうの層5丁目で二宝線と交差、西向団地の東側付近からは、水路が複数に分かれる。最終的には、市内最北端の宮の北団地の西側にある六、問いに達する。この六問いは、向こう側の水を農業用水にするため設けられた取水口であり、それまであった、野前、育島井、向井、水通り、 渋井、大姉妹の6つの取水口を1924年の向川回収に採取統合したものである。このため、小下川には向川や篠山川の水も流れていることになる。市中心部では船で小下川を下る祭り、船団りが行われている。明治時代から昭和初期に行われていたが、平成に入り復活させた。ありがとうございます。